言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。ちょっとホテルらしからぬこの雰囲気ですけども、ここは、はい、当店自慢の、はい、24時間食べれる、食事が、ね、量も豊富で、はい、前回も食べていただいたんですけど、いろいろ、はい、そちらをお作りしているキッチンですね、を今回紹介させていただきたいと思います。ね、なかなかこういう裏側ってね、見せてもらえないのが事実なんですけども、はい、いいんですか、見せていただいて。ね、こちらに。もう24時間稼働してるね、はい、厨房ですね。はい、ちょっとじゃあお邪魔しましょう。さあ、誰かいるんでしょうか。こんにちは。はい、こんにちは。さあ、厨房に、若干暑いですけどね。はい。ここが厨房で、はいはい、こういうね、お酒なんかも提供してて、うん、ね。ああ、こういうのが置いてあるわけですか。はい、そして、はい、こちらの方は、はい、コックさんですか。いや、今回特別に、はい、うちでも提供させていただいています、はい、藤山剛吾の社長ですね。藤山剛吾さんのオーナーさんですか。はい、オーナーさんですね。はじめまして。あ、なるほど。藤山剛吾さんといえばね、つけ麺、まあ、有名でだし、あれですよ、はい。全国に何店舗ぐらいあるんですか。今、ちょっと数が定かじゃないですけど、三十数店舗はありますね。というわけで、はい、今日はですね、はい、こういうね、ホテルの中で24時間いつも、はい、提供してくれるものを、はいはい、実際目の前でどんな風に出るのか作ってもらおうということで、はいはい、ありがとうございます。久しぶりじゃないですか、このラーメン。そうですね、ちょっと、はい、久しぶりなんで手振っちゃうかもしれないちょっと待ってください、はい、楽ばっかりしてんじゃねえよじゃあはい、じゃあいきます、はい、調理開始。はい、ありがとうございます、はい、さあ行きましょう。でこちらが、そうですね、毎朝自家製麺で打って、はい、でこちらに届けてます。もう、はい、毎朝の、はい、さあ、それでは藤山剛吾さんのね、はい、ラーメンを湯がっております、はい、これ大体何分ぐらいですか。これとしたら5分ぐらいですね。5分ぐらい、はい、あ、結構時間があるね、はいはい、もう極太麺なんで、はい、ちょっと時間かかります。はい、入、はいはい、れますね。はい、入れまして、はい、湯がきます。これ茹でる、はい、ぐらいね、はい、こちらが、はい、後で乗る薬味なんですね。はい、そうですね。こういうのがセットになってるんですね。はい、藤山剛吾さんから送ってられて、そうですね、うちから、うん、まあ、レシピを提供させていただいて、はい、でこちらで作っていただいてるっていう形なんですね。だからもうほぼお店の味と同じ味変わんない。このお父さんのお母さんがね、はいはいはい、経営される僕お店に行ったことあるんですよ。そうなんですね、はい、もう僕らも年食ってきたな、お父さんとお母さんとか分かる世代ですよ、はい、もう隠居されてるんですよね。そうですね、もう僕が、まあ、中華そばを追い継ぐ時にスパッとやめまして、あ、はい、もう完全隠居してますね。なるほどね、はいはい、いや、もう今はまだ、はい、店舗まだどんどん増やしていこうっていう、はいはい、お気持ちもあるわけですか。そうですね、まあ、いろんな方から、うん、まあ、このジップさんの、まあ、社長もそうなんですけど、うん、いろんな方からご縁いただいてるので、うん、その方たちと一緒に全国でやってるっていう、その感じになるんですね。で、それが世界にも広がってるんで、海外にもあるんですね。そうなんですよ、だからいろんな外国人たちも同じ形で、はい、まあ、友達同士の感じで広がってる感じですかね。はい、じゃあ、ありますよ、はい、いいですか。そしてこの入れ上がったやつを、はい、はい、はいはい、これをちょっと水で締めますね、はい、あ、水で締める、はい、まずね、水で洗って。この作り方も一緒なんですか。そうですね、もう全部、はい、同じように作らさせていただいてます。で、あとは氷水で締めますんで。氷水で、はい、へえ、茹でたものをすぐ氷水で締めると、はい、はい、そしてそれを、これを、そして確かこれ、つけ麺のつけは、はい、熱かったですよね。そうですね、はい、冷えたものを熱いので食べる、ね、そうですね、はい、うん、はい、そう、こっちは
チンチンなの、ね、はい、熱々熱々で、はい、はい、ちょっともう盛り付けますね。ね、極太メンマ、はい、そしてさあ出来上がりましたね、はい、石山剛剛さんのつけ麺、はい、お店の味ですね、はい、はい、じゃあちょっといただきますね、まず麺ですね、これね、もう麺からいただきましょう。麺です、いいですか、いきますよ。うん、この最後のこれ入れた粉なんだっけ、はい、カツオの粉、はい、カツオの粉はいいね、これね、はい、あ、うまい。もう来月ボディービル大会やめようかな。もう一口食べよう。今度生まれ変わってきたらラーメン屋になろう。うまい、ありがとうございます、ね、この味はいつでもここで食べれる。そうです ね、はい、もうオーナーさん、はい、かがしても、はい、一押しですね。一押しですね、はい、なかなかこの自家製麺をこの施設で食べれることってないと思うんで、そうですよね、ぜひ麺を楽しんでいただきたいですね。なるほど、はい、ね、はい、さあ、そしてね、もう本題に入ります、今週のですね、ジップさんの合言葉、います。厨房で行こう。ね、もう厨房で行こう、はい、ね、今週の合言葉、はい、厨房で行こうっていうことね、本当は厨房で、ちょっとそうそう、そのままなんだけど、ね、厨房で行こう、今週の合言葉です、お忘れなく、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。